ポテンシャルエネルギー局面とは、特定のパラメータに対して、K のエネルギーを表したものである。エネルギーは単一の座標の関数である場合もあれば、複数の座標の場合もある。座標が単一の場合は、ポテンシャルエネルギー曲線、またはエネルギー断面と呼ばれる。モース長距離ポテンシャルは、その一例である。地形とのアナロジーは理解の助けになる。 二自由度計の例として二つの結合帳を持つ計では、それぞれの結合帳の値が基底面の平面座標に当たり、それらの関数であるエネルギーの値はその座標の高度を表している。水分子のペース。エネルギーの最小値は OH 結合帳91イコール0.0958ナノメートル HOH 結合角92イコール104.5度にある。この配置が 最適化された分子構造である。ペースの概念は科学や物理学の中でも理論的な領域で応用がある。例えば分子のエネルギーを最小化する形状を求めたり、化学反応の速度を計算するなど、原子からなる構造の特性を理論的に研究する上で有用である。ある原子の組の配置は、原子位置を要素とするベクトル R によって記述される。 ベクトル R は原子のデカルト座標の組として表してもいいし、原子間距離と結合角の組でも構わない。K の全原子位置 R の関数として表したポテンシャルエネルギーの値を E とする。前述のように地形とのアナロジーを用いると E は地形面の高さにあたる。原子位置の関数としてのペスを化学反応の研究に用いるには、 考えられるすべての原子配列に対してエネルギーを計算しなければならない。特定の原子配列のエネルギーを計算する方法については、計算科学の記事に譲り、ここでは E を禁じすることで、エネルギーと位置の関係についての情報を高い流度で求める方法に重点を置く。非常に単純な化学系や原子間相互作用を簡略化した禁じを用いる場合には、 エネルギーを原子位置の関数として表す式を解析的に導くことも可能である。例として h h 1 2 k におけるロンドンアイリング・ポランニー・サトーポテンシャルは3つの h h 原子間距離の関数である。より複雑なシステムの場合、特定の原子配列に関するエネルギーの計算コストが高くなりすぎ、広範囲のペスを作れないことが多い。 その場合は、ペス上の限られた点でのみ計算を行い、シェパード法のような計算コストの低い保管法を用いて、ギャップを埋めていく方法がある。ペスは、分子構造と化学反応のダイナミクスを分析するための概念的なツールとなる。ペス上に必要なだけ点を取って、値の評価を行えば、位置に関するエネルギーの一お及び二次導関数に、従って、 それらの点を分類することができる。勾配ゼロの点は、定流点と呼ばれ、物理的に重要である。定流点のうちエネルギー最小の点は、物理的に安定な化学種にあたり、安定は、繊維状態にあたる。繊維状態とは、反応物と生成物を結ぶ最低エネルギーの経路上で、エネルギーが最大となる点を意味する。化学反応のポテンシャルエネルギー面には、 引力的と積力的の区別がある。反応物の結合長が活性作体になるとき伸びる量と生成物の結合長が活性作体のときから見て短くなった量を比べてどちらが大きいかによる分類である。ABCABC の方の反応では新しく形成された AB 結合の結合長変化が RAB=RAB=RAB と定義される。 ここで RAB は繊維状態の r 零 a b は生成分子の AB 結合調を表す。同様に切断される結合の結合調変化が RBC イコール RBCRABC と定義される。r 零 b c は反応物分子の B、C 結合調である。発熱反応においては RABRBC ならば反応物同士が互いに近づくと繊維状態に達する。よって、このペスは引力的である。繊維状態を超えた後も AB 結合調は減少し続けるので、解放された反応エネルギーの多くは AB 結合の振動エネルギーに変換される。例としては、森内反応 KBR2KBR、BR, BR がある。 この反応では反応物同士の長距離引力が原因となって KBRBR と禁じできるような活性作体が生まれる。振動的に冷気された生成分子は赤外線化学発光によって検出できる。逆に RAB、RBC ならば生成物が遠ざかることで繊維状態に達するため積力的なペスである。反応 HCL に HCLCL は 積力的ペスの例である。原子 A が B や C より軽いこの反応では、反応エネルギーは主に生成物の平身運動のエネルギーとして放出される。回 H2HFH のように原子 A が B や C より重い反応になると、ペスが積力的であっても放出されるエネルギーは振動と平身が混在している。急熱反応の場合。 反応を引き起こすのに適したエネルギーの種類がペースの方によって決まる。引力的な局面で反応を有機するには反応物が持つ平心エネルギーが効果的であり、積力的な局面では反応物が振動的に冷気されている方が効果的である。後者の例として HCL の全エネルギーが同じならば、回 HCLCLHF の反応は 海 HCLCLHF e よりも約5倍早い。化学反応におけるポテンシャルエネルギー局面の概念は1913年にフランスの物理学者ルネ・マルスランによって最初に提案された。初めてポテンシャルエネルギー局面の半径験的計算が行われたのは1931年のことでヘンリー・アイリングとマイケル・ポランニーが hh に反応についていった。アイリングは1935年にポテンシャルエネルギー局面を用いて繊維状態理論における反応速度定数を計算した。ありがとうございます。